加藤綾は、日本の歌手、モデル。15歳から声楽をはじめ、鈴木明子、持田敦史に指示。東京音楽、大学音楽学部声楽学科卒業後、同大学附属研究科声楽専攻終了。2002年東京国際芸術協会主催第11回日本クラシック、音楽コンクール新人賞受賞。同年パラオ国際親善大使、ロイヤルプリンセスとして、 同国独立記念式典にて日本歌曲を披露。2003年ミス日本準グランプリ受賞。フジテレビブログタイプ、ゼリア新薬工業、桃の味、リンゴの味など番組、CM への出演歴がある。2014年東京モーターショー、大阪モーターショー等、名古屋、福岡、仙台など日本各地のモーターショーにソプラノ歌手として出演。 2015年には、バンコクモーターショーのソプラノディーバとして、ソロ歌唱を務める。同年、森明作曲展にて、日本初演となる、チル花びらは桜への思いを歌唱。その他、合図鶴ヶ城での日本歌曲ジョイントコンサート、開催など、アクトアーティストとしての活動歴がある。2006年から2007年、シュートボクシングイメージガール、オフィシャルディーバ、ラウンドガールを務める。 2007JRA イメージガールを担当。また、2006マーチカップレディ、東京モーターショー2009、東京オートサロン2011等のイベントに出演。さらに、週刊 SPA、カーセンサー等への掲載、ショーモデルイベントモデルといった、モデル、レースクイーンなどの活動歴がある。福島県藍津若松市出身。幼少期より音楽に親しみ、 声学以外では、ピアノ、ことをたしなむ。ピアノは、山崎幸子に指示。高校は、福島県立イ図女子高校。身長1 6 4トルスリーサイズは、バスト8 2トルウエスト5 9トルヒップ8 3トル靴のサイズは2 4トル資格は、中学、高校の教員免許等を取得している。 オスカープロモーションからネットアージュへ移籍の際、同姓同盟が所属していたため、本名の加藤綾子から加藤綾に改名。2020年6月現在、ネットアージュに所属。ありがとうございます。